こんばんは、おはようございます。正義の味方やっていきましょう。よろしく。よし、行きましょう。中途半端に今さ、1分ぐらい寝たんだけど、ちょっと体クソ痛い。1分はごめん、嘘だわ。10分寝たんだけど、さっきマインクラフトしてて、それ終わってからちょっと10分ぐらい寝たんだけどさ、うつ伏せに寝たからすっげえ体痛いんだけど、しんどい。いや、歌まだ覚えてない、ごめん。いつ覚えるんだろう。覚える気ないかもしれんね、俺。痛いアピ、痛え、マジで、あ、肩が動かないよ。かっこいい。これが正義の味方だ。正義の味方。さあ皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。ヒーローは君だ。正義の味方やっていきましょう。よろしくお願いします。さて本日は第4話ですね。さあ第1話、第2話、第3話終わってきて、今日は第4話から始まりですね。行きましょう。よろしくお願いします。歌だけは分かって、まだ俺歌覚えれてないんで、皆さん、ぜひ覚えてくださいね、皆さんも。ごい、証券、おっす、証券さんいらっしゃい。あ、11年前なの、このゲーム。古すぎない？プレゼツで12年前なんだ。あ、このゲームが証券ってこと？なるほど、ほろほろ。よし、じゃ行きましょう。じゃあ、始めます。ゲネスって、逆から読むと、スネゲだよね。せやな。せやなしか言われへんわ。よし。はい、じゃあ、オープニングから行きましょう。オープニングは、黙っとくんで、皆さんで、頑張って聞いてください。俺も覚えるわ、頑張って。股間もっこり、今日も頑張ります。よし。さて、物語の始まりです。チック一生一台も売れやしねえや。ダラマンだ。あんた DD ダラマンじゃないか。だっせ。息子がファンなんだ。悪いけどサインくれないか？え？何するんだ？おいは何しちゃってんだ？え？何？ぐるる、金を出せ。は？100円だ。早くよこせ、早くだ。安っ。危ない。このゲームに手を出すな。はい、というわけで皆さん、今持ってるゲーム全部捨てましょう。いや、危ない。捨てません。捨てないでください。全部俺に送ってください。危ない。君たちが持ってるゲームは爆発する可能性がある。だから、俺んちまで全部送ってきてください。では、次のニュースです。先ほど、ただの市に住む会社員の男性が、DD ダラマン容疑者に暴行を受け、現金を脅し取られるという事件が起きました。これに伴い、警察は DD ダラマン容疑者を全国指名手配しました。近頃、田野市では同様の事件が同じ時間帯に多発しており、警察は付近住民に警戒を呼びかけております。100円で指名手配ってやばいな。ねえ。DD ダラマンが犯人だなんて、そんなことないよね、マスター。
絶対ない。元刑事の俺の勘がそう言ってる。刑事だったんだ。まさかあんた本当に犯人じゃないでしょうね。お前らちゃんと言ってやれ。バシッとビシッとバシッと言ったら、お前ら俺が犯人じゃないって言ったらよ。そのら分かってたな。お前らちゃんと答えてやれよな。あ、一人下がんぞ。さあ170番ね。ちゃんとね、ちゃんとふざけましょう。全力でふざけましょう。あ、いつも俺でーす。やっぱり。え？じゃあ、冗談ですよ。今、視聴率下がった？見てなかったわ。上がったの、視聴率。本気にしないでくださいよ。とにかく、これは、偽物の仕業ですよ。俺が DD ダラマの潔白を証明してみせます。頑張ってね、光一くん。この、サヨコってやつがリスナーですね、つまりね。頑張って、光一くんって、ね、いつもお前らが言ってる、ね。そんな感じだよ。行きましょう。謎の視聴者。さて、行きましょう。こんにちは。偽物が現れるなんて人気が出てきた証拠かも。やよも調べてみるって言ったかも。でも自力で何とかするかも。前から気になってたんだけど、あそこのぬいぐるみよくできてるよな。私も買おうかな。よし。父親にぬいぐるみもらって喜ぶ。ね、女性リスナーさん、男性リスナーさんでもいいんですけど、父親から、あれです。父親からぬいぐるみもらって嬉しいですか？どうでしょうね。ものによるわ。よし。ミクさんのぬいぐるみだったら俺も、あれだわ。全力で喜ぶわ。嬉しくないの？ゲームなら嬉しい？うん、よーし、ダイダラお父さんが、あれだよ、ダイダラ人形って買ってあげよう。ね、ダイダラのぬいぐるみだよ、これが。毎日抱いて寝ろよ。あんた知り合いが、悪者に襲われてたらどうする？助ける？見捨てる？助けるに決まってんだろ。この質問って、ね、すごく難しいよな。俺は助けようとすると思うけど、本当にできるかわかんないよ。よし。ただもしって物騒な街よね。ゲネスとか DT ダラマンとかがいて、ね、君 DT ダラマンに渡す人だ。俺の人形とか呪われてるだろ。ぶっ倒すぞ、ほら。スカート短いぞ、お前。はぁ、感じるわ。大丈夫、こいつ。うん。感じてますね、今。あと3分でイベント来ます。今まで、部長がヤンバーガーに付き合ってくれたのは、私にリストラを言うためだったんだよ。最近仕事少ないし、業績も厳しいし、ほっとした気持ちもあるんだ。あ、かわいそうに。さっき喫茶店の女の子からこの店に電話あったんだが、やりすぎバーガーを6個も頼んだらしい。あ、リストラを言い渡してしまった。送別会の最中なのだ。送別会を、こんなとこですんなよ。ぼやたらまた夢変えたみたいなの、コロコロが目標変わっていいのかしら。ねえ。もうすぐ電話で来るらしい。ね。ここで待ってたらいいのかな？僕の新しい夢は、ゲームを作る人になること。ね。ゲームを作る人になること。ね。皆さんの中にもゲームが大好きで、将来はゲームを開発したいとか、俺も作りたいとか、任天堂に就職したいとか、思ってる人もたくさんいると思いますけどね。ね。ゲーム業界はブラックなのでやめましょう。いやもう、俺の友達も何人か言ったんだけど、まあ、任天堂系は、結構、緩い感じで、いいらしいんだけど、ちっちゃいとこかなりブラックらしいからね。ほんと行こうと思ってる人は、覚悟しましょう。趣味と仕事は別にした方がいいよ。そうですよ。な。俺がもしさ、俺この、趣味のニコ生を仕事にしてさ、ドワンゴに就職したらどうすんの？ドワンゴに就職してさ、ニコニコ生放送のプレイヤーとか作ってたらどうすんの俺が。ね。マジで。仕事場でもニコ生してさ、ニコ生のプレイヤー作ってさ、あ、なにこれ？え、なにしたの俺？ロードしちゃったもしかして。え？え？え、どうしたの今。え？あれ？どうしたの？え？何した今俺。大スーパースターやつめた、そう、ちょっと、雑談してたらもうマジかよ。寝ぼけてんじゃねえよ。今ので目覚めた。目覚めたわ、今ので。よってたげけ、みちすらだ、おらーい。
ルンルンヤギだけじゃスーパースター、一体スーパースター、ホームランスーパースター、一体スーパースター、ボタンスーパースター。何やってんだよ本当。逆に俺も聞きたいよ、何やってたの、バカなの。キパスタいらっしゃい。飛ばして、飛ばせないんだけど、飛ばせないんだけど、一台も俺やしね。営業の人かな、営業って大変そうだよね。こういう営業ってさ、あの、一軒一軒さ、君たちの家にも来ない、なんか、なんかさ、これ買いませんかとかさ、この契約してくれませんかとかさ。ね、ああいうの、営業に行く方も大変だよな、ほんと。危ない、営業もブロックだよな、ほんとね。そのゲームに手を出すな。みんな、そのゲームをやらないで。君たちの家にあるゲームは危険なゲームなんだ。だから、俺んちに全部送ってきて。お願い。テイク2です。ね。なんたらかんたらです。俺もさ、リスナーにゲーム送られてきてたら、あれだよ、大金持ちだと思う。マスターと被ったわ。マジクズだ。でもそれやったらクズだからね。やめとこう。さて、どうする？否定しようか、今度。え？え？違いますよ。俺信用してくださいよ。視聴率上がんないんだけど、ほんと。え、上がんないんだけど、何これ？鈴木爆発と一緒に？さっきの正解じゃねえか、お前。ふざけるのが。ああ。ざまあとか言うなよ。お前らすごかったわ。よし。リスナーを信じろ。任せろ。俺、リスナーのこと結構、あれだよ。ちょっとだけ好きだよ。ちょっとだけ好きだよ、リスナーのこと。よし。俺、部屋にね、ぬいぐるみあるんですよ、皆さん。ね。もう前も言ったけど、ニコニコテレビと。かわいいでしょ、皆さん。もう、あれは、ニコチュー。なんかさ、カメラ放送してる人ってさ、大抵が、なんか、あれ持ってるよね。ニコニコテレビくんのさ、人形持ってるよね、ほんと。ニコニコテレビくん。なんでみんなニコニコテレビくん持ってんだろうな。私は DT ダラマンさん信じるよ。でも、今日は財布持ってきてないの。運営にこびてるの。あれこびてるってことなの。髪の毛伸びない、伸びないよ。よいしょ。見たことないの。見たことないんだ。じゃあ、ねえ。いろんな人なんかがカメラ放送してるときさ、なんか、ニコニコテレビくんを映してる気がするんだけど、気のせいかな？ニコニコテレビちゃん？あ、テレビちゃんなの？テレビくんじゃないの？やばいな。俺のだけ男の子かもしれない。チンコ生えてんだけど、俺のテレビくん。やばいぞ。よし。昨日面白いゲームをプレイしたぜ。このゲームにごっこ遊びをテーマにする、リアルにプレイするぜ。ぐるるるる。なんだこれ。女の子の雰囲気がいつもと違うぞ？あ、わかったぞ、このシナリオ。ねえ。ぐるるるるって何なの？多分ね、ゲームをプレイすると、なんか、別人格が乗り移るっていうか、そんな感じで、頭がおかしくなってお金奪っちゃうのね、100円を。100円か。ゴミくずだな。でも、100円も塵も積もれば、うんたらかんたらだからね、ほんと。ねえ。やばいぞ、俺今日昼飯に、すげえ金使ったもん。昼飯800円もかけたよ、みんな。やばいぞ。今日、母がお姉ちゃん呼んできてって言ったけど、お姉ちゃん公園どこか隠れてるの。公園どこにいるかわかんないよ。お姉ちゃんなんたらかんたらしないと夕食抜きてお母ちゃん言うの。ピンクのシャツに青いスカート。ね、ピンクのシャツに青いスカート。夕食抜きか。それは辛いな。わかった、俺に任せて。ラーメン定食。ラーメン定食？ラーメン定食っておかしいな。ピンクのシャツに青い、これ？違う。ピンクのシャツに、青い、逆が？こいつか？さあ、こんなとこにいたのか。さあ、弟と早く帰ろう。お母さんが夕食待ってるぞ。静かちゃんじゃん。ね。よいしょ。ラーメンとチャーハンですね。昼飯に800円とか出せねえよ。そうだろ、お前ら。考えてみろよ。昼飯に800円も出してみろ。ね、1週間の、4週間で、20日間毎日800円使ってみろ、お前。
1万6000円だぞ、お前。1万6000円あったら、あれだぞ、あの、3DS 買えるじゃねえか。やばい。マックっていうの、マクドって言うのよ。よし。行こう。ピンク薄かったね、ほんと。あれ、選択しすぎて、多分、もう、ボロボロなんだ。ポリエドリ行こう。家からおにぎり持って行ってる？おにぎりか、いいですね、おにぎり。マクドでおまんかなよいしょ。マクドでおまんってなんか、あれですね。なんか、あれ、女の子に言ってほしいですね。俺途中でこって言った。やめとこ、今の気持ち悪い。なんか、あれないかな、ほんと。おまんまんかなー、いってて、筋肉痛だぜ、私も。でも筋肉痛なんだよね、ほんと、今。あれ、肩筋肉痛じゃないわよ。今、うつ伏せで寝たから肩が痛いんだけど。なんかないのかな、最近お腹が出てきたような、ビールのせいかか、うん、ビールと腹膨れんのかな、100円強盗騒ぎ。住宅街で見た？ダラマンを。え、どっち行ったらいいんだろう、住宅街へ行くか、うん、どうしようか、住宅街へ行くか、このハンバーガーショップに行くのか。ダイダラさん、こんにちはです、いらっしゃいませ。半年に1回ぐらいチキンタツタや、何言ってんの。引きこもるのがいいの？自力で何とかしていってたじゃん。住宅街行くか。ゲームの続編ものってどう思う？俺は否定も肯定もしないけどね。そうだよね。続編は出たら嬉しいよね。正直言って。ゲームばっかしてちゃダメだよ。説得力ないんだよな、ほんと。な。だって自分はずっとドラマとか見てんのに。50歩100歩だよね。そやな。ね。ゲームはダメ。ね。その理由はわかりません。ね。自分が理解できないものを、ね、できないものを否定するのはよくありません。すべて受け入れよう。すべて受け入れた、受けるのはダメだ。自分で判断しよう、すべて、ね。自分で判断しよう、何をするか、ね。よし。何がいいか、何がダメか、ね。俺は何がしたいのか。何がしたくないのか、ね。全部判断しましょう。よし。ポケット150円をすられる？そうです。すられます。よいしょ。どうしよう。住宅街行こうか。482買おうか。絶対買うよ。よし。2のゲームで面白かったゲームってある？ 1 から2にして進化したゲームって言ったら。思いつかないな。でも2になって良くなったってゲーム。モンハンは？ポータブル。モンハンはポータブルのセカンドが良かったって言うじゃん。ドンキーコング2、クソ面白かったよな。ロックマン X もやばかったな、ほんと。あれも進化したわ。バイオハザード2やったことねえんだよな、すまん。住宅街で俺かけましょう。テイルズ・オブ・デスティニー2、デスティニー2。あれがいいのかよくわかんない。ロックマン2いいね。子供の頃やったことあるね。色あせた記憶だ。紅白帽頭に、ウルトラマン7。でもいや。さあ、住宅街でイベント始める。ダラマン！ドゥルルルルル。金出せー！助けてー！いやー、DD ダラマンだ、助けてくれー！ジャスティスチェンジ！かっこいい！誰だって、ギターしたさ、助けやっぱだっせひでえ1万1000円出したで今あいつ100円玉あるだけ出すんだよこら待てんだてめえはお前らかっこいい言葉言ってやれ。なんだお前は。さて、533番お願いします。さあ、かっこいいセリフ、怒りの決めセリフ、悪ノリのセリフ、ここは怒ってもいいところかもしれない。さあ、533番は、231。さあ、わかんないので、その1個下は和骨、その1個下1番。さあ、535番は1番です。かっこいい決めセリフ、行きましょう。クールクールと冷たい時代を、ホットアソールで、熱くする。これ見たことある俺。2回目です。
ふん、 DD ダラマン参上。かっけえ、鳥肌だったわ。